ジョージ・ハワード・ブレットは、アメリカ合衆国ウェストバージニア州、グレンデール出身の元プロ野球選手。右投左打。現在は、カンザスシティロイヤルズで、球団副社長を務めている。ニックネームは、ゴージャス・ジョージ・マレット。選手時代は、カンザスシティロイヤルズ一筋で21シーズン過ごした、フランチャイズプレイヤーである。真のアメリカンヒーローと呼ばれたノーラン・ライアンと共に1970年代から1990年代にかけて球界を背負うスターであり続けた。5歳上の実経験ブレットも元プロ野球選手。1981年には兄弟でロイヤルズに在籍した。ジョージ・ブレット1971年の MLB ドラフトでカンザスシティロイヤルズから2巡目に指名を受け入団。1973年8月2日のシカゴホワイトソックス戦でメジャーデビュー。1974年は5月にメジャーに昇格し、5月8日のテキサスレンジャーズ戦でファーガソン・ジェンキンスからメジャー初本塁打。後半戦で打率317と調子を上げ、打率 282.2 本塁打の成績でルーキー・オブ・ザ・イヤーの投票では3位に入った。1975年は打率 308.11 本塁打、90打点、ともにリーグトップの195安打、13三塁打を記録。1976年は前半戦で打率365を記録し、オールスターゲームに初選出され先発出場を果たした。いずれもリーグトップの打率 333.215 安打、14三塁打の成績で首位打者のタイトルを獲得し、チームは初の地区優勝。ニューヨークヤンキースとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、第5戦の8回に同点3点本塁打を放つなど打率444と活躍するが、チームは2勝3敗で敗退。MVP の投票では、サーマン・マンソンに次ぐ2位に入った。1977年は打率312.22 本塁打、88打点、13、三塁打を記録し、チームは地区連覇。ヤンキースとのリーグチャンピオンシップシリーズでは打率300を記録するが、チームは2勝3敗で敗退。1978年は128試合の出場ながら、リーグトップの45二塁打を記録し、チームは地区3連覇を果たす。3年連続の対戦となったヤンキースとのリーグチャンピオンシップシリーズでは第3戦でキャットフィッシュハンターから初回先頭打者本塁打を含む3打席連続本塁打を放つがチームは逆転負けを喫し1勝3敗でまたも敗退した。1979年は5月28日のボルチモア・オリオールズ戦でサイクルヒットを達成し延長16回にサヨナラ本塁打を放った。打率 329.23 本塁打、107打点、ともにリーグトップの212安打、23塁打の好成績で20から20も達成したが、チームは地区2位で4連覇を逃した。MVP の投票では3位。1980年は6月から故障で1ヶ月離脱するが、復帰後の7月は打率494、8月は430と絶好調で、この間7月18日から30試合連続安打を記録。8月26日のミルウォーキーブルワーズ戦では5安打を記録して407まで上昇するが、9月に右腕の腱を痛めて9試合に欠場。復帰後は失速し、1941年のテッド・ウィリアムズ以来の打率4割には惜しくも届かなかった。それでも打率 390.24 本塁打、118打点、いずれもリーグトップの出塁率、454、長打率、664オプス 1.118 の好成績で2度目の首位打者を獲得し、チームの2年ぶりの地区優勝に大きく貢献。4度目の対戦となったヤンキースとのリーグチャンピオンシップシリーズでは2本塁打、4打点と活躍。第3戦では1点ビハインドの7回に、リッチ・ゴセージから特大の逆転3弾を放ち、チームは3連勝で悲願のリーグ初優勝を果たす。フィラデルフィア・フィリーズとのワールドシリーズでは、痔の手術を終えてから5時間後の第3戦で本塁打を放つなど打率375を記録するが、チームは2勝4敗で敗退した。オフに初の MVP、同年から制定されたシルバースラッガー賞を受賞した。1981年は50日間に及ぶストライキでシーズンが中断、短縮されたこともあって89試合の出場だったが、打率314を記録。同年は全校規制の変則日程となり、チームは抗議優勝。オークランドアスレティックスとのディビジョンシリーズでは打率167に終わり、チームは3連敗で敗退した。1983年は4月20日のデトロイトタイガース戦で9回の逆転2点本塁打を含む3本塁打7打点を挙げるなど4月は打率460を記録。7月24日のヤンキース戦では有名なパインタール事件が発生する。途中故障もあったものの打率 310.25 本塁打93打点、リーグトップの長打率563を記録した。1984年は開幕に間に合わず5月18日に復帰。104試合の出場で打率 284.13 本塁打と不本意な成績だったが、チームは4年ぶりの地区優勝。タイガースとのリーグチャンピオンシップシリーズでは打率231と振るわず、チームは3連敗で敗退。1985年は前半戦で打率358、後半戦で18本塁打を記録し、打率 335.112 打点、キャリアハイの30本塁打、103四球、リーグトップの長打率、585オプス 1.022 の好成績で、チームは地区連覇。トロントブルージェイズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、第3戦で2本塁打を含む4安打3打点を上げるなど打率 348.3 本塁打を記録。チームは1勝3敗から3連勝で5年ぶりのリーグ優勝を果たし、シリーズ MVP を受賞。セントルイスカージナルスとのワールドシリーズでは本塁打こそなかったが打率370を記録。チームは1勝3敗と追い込まれたが、第6戦の世紀の誤審もあって、タイに戻し、第7戦で勝利し初のワールドチャンピオンに輝いた。MVP の投票では、ドン・マッティングリーに次ぐ2位に入り、2度目のシルバースラッガー賞、キャリア唯一のゴールドグラブ賞を受賞した。1988年は前半戦で打率 329.13 本塁打を記録し、13年連続となるオールスターゲームに選出される。打率 306.24 本塁打、103打点の成績で3度目のシルバースラッガー賞を受賞。1990年は前半戦は打率 267.2 本塁打に止まるが、7月25日のブルージェイズ戦で2度目のサイクルヒットを達成するなど、後半戦で打率 388.12 本塁打、58打点と調子を上げ、打率329、リーグトップの45二塁打を記録して3度目の首位打者を獲得。3つのディケードでの首位打者獲得は史上唯一である。1992年9月30日のカリフォルニアエンゼルス戦で通算3000安打を記録。1993年5月13日のクリーブランドインディアンズ戦で通算300本塁打を達成。同年限りで現役を引退した。ロイヤルズ一筋でプレーしたフランチャイズプレーヤーであり、通算試合数、打数、得点、安打、二塁打、三塁打、本塁打、打点、四球の各部門で球団記録を保持している。1994年4月7日に背番号5が球団の永久欠番に指定された。1999年に資格初年度でアメリカ野球殿堂入り。2013年5月30日、不振にあえぐロイヤルズの打撃陣を救うため、ジャック・マルーフに代わり、ブレッド球団副社長が自ら打撃コーチに就任、永久欠番になっている背番号5が復活した。2014年10月22日、29年ぶりにプレーオフに進出したロイヤルズの本拠地カウフマンスタジアムで行われたワールドシリーズの第2戦の試合前の始球式を務めた。ブレッドの背番号5、カンザスシティロイヤルズの永久欠番に1994年指定。1983年7月24日、敵地でのヤンキース戦で事件は起こった。3-4とロイヤルズ1点ビハインドで迎えた9回表、西から安打で出塁したところでヤンキースはクローザーのリッチ・ゴセージをマウンドに送る。この場面でブレッドが打席に立ち逆転の2点本塁打を放った。ここでヤンキース監督のビリー・マーチンがブレッドのバットに塗られた松ヤニが18インチという規定の範囲を超えていると抗議。球審ティム・マクレランドがこれを認めて違反バットを使用したブレッドはアウトとなり、ヤンキースの勝利で試合終了。もう抗議するも覆ることはなかった。マーティンは以前からブレッドのバットが違反であることを知っていて、それを持ち出す機会をずっと伺っており、これ以上ない場面で指摘したのだった。ロイヤルズはこの裁定について提訴。アメリカンリーグ会長 D マクフェイルは、ブレッドはルールの精神を犯したわけではないとして提訴を支持。本塁打は有効なので5-4の9回表西から試合再開するとした。主催者であるヤンキースは試合が残り4アウトであるにもかかわらず通常の試合と入場料を同額にすると発表。これに憤慨したファンが裁判所に訴えたため認められなかった。またある裁判所は9イニングの正式な試合をするようにという判決を下した。とうとう裁判はニューヨーク最高裁の上訴審まで持ち込まれることになった。結局裁判長のジョゼフ・P・サリバンがプレーボールという判決を下し、料金は割安で9回表西からの試合再開が決定。25日後の8月18日に行われた試合の残りは10分足らずで終了し、騒動はようやく終結した。余談だが、試合が25日後に再開されたため、ベンチ入りメンバーの関係で、ヤンキースの一塁手マッティン・グリーは、左投げながら、残りのイニングで二塁の守備についた。また、ブレッドは、後日談として、痔の手術を受けた1980年のワールドシリーズ以降は痔に関する野獣に悩んでいたが、この事件後は、痔から松ヤニのイメージに変わったので今ではマーチンに感謝していると述べている。ありがとうございます。